の花を折ります。まず4分の1に切った紙を用意します。こちらを三角に折ります。三角に折ります。三角に折ります。裏返して三角に折ります。こちらをこのように斜めに切ります。1枚開いてこちらの部分に少し切り込みを入れます。開きます。こちらの部分が谷折りになっている部分を山折りにします。こちらと同じものを全部で8枚用意します。こちらをまずこのような丸いものの上に乗せてこちらを形付けます。このような感じです。6枚できたら次の1枚は少し小さめの、ものでこのようなもので小さくカップにします。こんな感じです。最後の1枚はこちらの切り込みを少し深めにします。こちらをランダムに中心に集めます。こちらの少しだけ折ります。こちらを組み合わせていきます。まず深めに、広めに取った、ロコをくっつけていきます。こちらをのりでくっつけていきます。少しずらしながらやるといいです。次に小さめに取った、ものをくっつけます。最後にランダムに、まとめたものをくっつけます。
こちらで完成です。